収納を開けてもいいかもしれない。お邪魔します。わあ素敵。わあ、なんでもない、なんでもない、なんでもない。以前は箱でみちみちだったんだけれども、箱を出しました。タオルがなくなったからトイレットペーパーもすごい、そうだね。他のペーパーはどこにあるの？他のペーパーは下のストックルームというかに3つポンポンと並べておいてあるんです。1つ切れたら1つ分けする、ね、そう、1つずつにしてます。この香りはちょっとシュッてして、うん、やってみてね、うん、いきます。いいですか？シュッ森の香り癒される。いい匂い。のとの、あ、あなたなんか縄文の香りみたいな、うん、あ、でもね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。トイレも常に洗ったり、あのアルコールで拭いたり、清潔を保つようにしています、うん、ペーパーのゴミはどこに？ああ、ゴミ箱持ち帰ってポイッと、なるほど、ね、なるほど、なるほど、お子さんもそれやってくれて、うん、やってくれるね。あ、そうだね、扉も本当だ、天井も高いのかな。手を洗って、ペーパー拭いたら持ち帰る。リビングで、はい、してリビングでしてます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵でした。すごい、書類なしなの、はい、ね、本当に何もないんだ。すごい。また次回扉の奥のね、うん、収納リネンコなどもご紹介できたらなと。ここになんか入ってるんですか？そう、隣にね、あ、空間があるんだよね、洗濯機とか、うん、リネンコの場所が、お部屋みたいになってんだ、うん、気になるけどね。ちょっとだけ覗いてみて、映らないようにどうすっきりしてる、ないところでチロッと覗いて、チロッと感想だけ、うん、いいね。わおー、こっちも何もない絵とか飾りたくなったり、なんかこの辺とか置くのにぴったりかなと思っちゃうけどね、収納られてるね。すごい、シンプルかつ必要なものだけ。グリーンがいつもあしらってあるらしいね、うん、お好きなんです。さっきこのちょっと直線的なものに自然の形とか色を取り入れるのが好きなので、光とグリーンと、そうね、あと香りと、うんうん、ありがとうございま
ます。ここにいつもね、よくね、棚とかついてるじゃないですか。そうね、奥さんちだと。まあ、つけなかったんですか？うん、つけなくて、ちょっとさっき、棚とミラーだけにしたいなと思って。ここにもあるよね。うん、これ、合わせてあって、歯ブラシも置いてある。歯ブラシはどこへ？歯ブラシどこに？歯ブラシも、リネットの中に使ったら。じゃあ、それは気になる。ね、気になる。ちょっと、どこですか？わー、失礼します。あ、なるほど、楽しみ、素敵。ありがとうございます。お願いします。またね、次回ということで楽しみですね。ありがとうございました。はい、今日は岡本真希トレーナーのご自宅を拝見させていただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。トイレや洗面を、ぜひ皆さんもお聞きしたいと思いますが、どうですか？私はですね、断捨離する前って、まあ、よく言うトイレのマット、うん、スリッパ、トイレットペーパーのカバー、うん、全部使ってて、うん、それをなしにしていいっていう発想さえなかったんですよ。で、本当に断捨離をして、あ、これってなくしていいんだって、もう本当に洗濯しづらいしってずっと思ってたのに、なくすっていう発想がなくて、ずっとずっとやってて、ではなくていいんだと思ったら、本当に相続しやすいし、洗濯の、ね、手間も省けるし、良くなったなと思って、ずっとトイレマットもスリッパも全部なくしてたんですけど、今ちょっとね、会社のことを提携で社宅移って、ちょっと古いのでスリッパだけ復活させてます。で、マキさんはさっき言ったけど、その家族の状況とかに合わせて、あったりなかったりっていうのいいよねっていう話で、うちも一回なくしたけど、今はスリッパだけ復活してるっていう感じです。スリッパ私もなくしちゃったんですけど、相談をしてみたいと思いました。そうですね、私も、やっぱり断捨離前は便座カバーも、マットも、あとトイレブラシも掃除ブラシもあって、やっぱりね、掃除が結構大変だったんですけども、なくしたらすごく楽になって、やっぱりスリッパはうちはまだみんな履きたいっていうことで準備してあるのと、あとマキさんのところはタオルを、ね、断捨離されたっておっしゃってましたけど、じゃあタオルかけてて、で、今リフォームしちゃったんですが、そのリフォーム前は子供のお友達とか来る時は自分たちをお客様よっていうのを2つに分けて、そうそう、2つにかけて分けてて、あ、じゃあ今ちょっとかけれないようなタオルホルダーになってしまったので、2つが、まあ、その時はちょっとやったりどこかなっていう考えてます、はい、そんな感じで。かよちゃんは、我が家は、まあ、我が家もですね、やっぱりトイレマットとかはあったんですけど、断捨離してなくしました。で、自分でですね、ペーストを塗って壁紙のリフォームをしたんですけど、で、それでも気に入ってたんですけど、今日ね、こちらのお宅のね、お手洗いを見せてもらって、あ、素敵だなって思って、まず鏡がね、トイレにあんなに広く鏡があるお家っていうのは初めて見て、ほんと素敵だなと思って、今ちょっとリフォームしたいなっていうのでほぼ全部してやしたいって思いましたよね。ほんとですね、でも全部だったらできない、できないできないですね。まずは一つからっていう感じで考えていこうかなって思いました。です、はい、じゃあ洗面について、あ、洗面ですね。洗面はまずこのマキさんのお宅見たとき、まあ、何このね、独立でお部屋みたいな、とっても素敵だなと思って、下に、洗面の下に何も棚がないっていうのにとっても驚いて、まあ、ちょっと我が家と比べちゃうとね、全然ちょっとあれなんですけど、我が家は玄関入ってもう脱衣所とかに洗面所を入れる余裕がなかったので、廊下の突き当たりにあるんですよ、玄関入ってすぐ。でもうそこですごい狭い中で、まあ、うちもリフォームして一応新しい洗面台にしたんですけど、あ、でもその狭い中でもこんな風にちょっとおしゃれに
できるなっていうのを考えて、またちょっと次やるときはこんな風にしたいなっていうちょっと希望を今いただきました。ありがとうございます。提唱者山下秀子公認の断捨離トレーナーがあなたの自宅に行くワンデー断捨離サポート、トレーナーと一緒に実践することでぐっと断捨離が進むでしょう。詳しくは概要欄からご確認ください。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。